おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人法則スタッフ T です。いつも文化人法則をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。自民党総裁選各候補者の選択的夫婦別誌制度、いわゆる選択的夫婦別姓についてのスタンスということで、主張がはっきりと分かれていますね。これは日テレみたいですけども、日テレでの様子なんですが、 このようにですね、賛成が小石川連合、意見主役が必要、林さん、上川さん、茂手木さん、身長が高橋さん、小林さん、加藤さんとも、はっきり分かりやすく分かれていますね。そして、カルタさんが、テレ朝さんの報道ステーションで見事に小石川が、選択的夫婦別姓に賛成の意思表示、実態は 夫婦別姓というより強制的、親子別姓、兄弟、姉妹別姓の家族別姓制度である。家族崩壊と戸籍破壊を目指す左翼が推すこの制度をなぜ小泉、石場、河野の隠しは推進するのか。3人は立憲民主党の代表選出馬に蔵替えをと言われていまして、もう小石川がこう、もう左ということはわかりやすいですね。ちなみに保守速報さんなんですが、これ、信次郎。 43年間会うことなく、名字も違う。それでも家族は家族。そんな人生を歩んできたから、国民の皆さんに選択肢を広げる。寛容で、包容力ある保守政党を作りたいと。これ、おそらく会見か何かで、くだりとしては、あの、会ってなかったご家族の話とか、 いや、わかんないですよ。いや、実際のとこわかんないですけど、り抜きの動画なのでわかんないですけど、まあ、普通の夫婦別姓関連の話とかもしてたと思う、されてたのではとは思うんですけど、まあ、その中で、関与で、関与力ある、寛容で法要力ある保守政党を作りたいとおっしゃったということで、保守政党ってね、おっしゃるのがね、もう言っといて、こういうふうに言っといて、保守政党っていうふうに言ってるところ、言ってはるところが、うーん、と思いましたね。 こちら。小泉慎二郎氏、解雇規制の見直し名言で釈明に追われる。自民総裁選ということで、日本テレビの方で、立候補者、あ小泉慎二郎さんが正義なき規制改革の柱の一つに掲げる解雇規制の見直しについて、緩和でも自由化でもないと明言した。大企業側が解雇しやすくなるとの懸念が各,各候補から相次ぐ中で釈明に追われた格好だ。 と言われています。個人者は番組で大企業の解雇をしやすくするのかと聞かれると違いますので断言。正規雇用と非正規雇用の格差解消に向けて非正規の方が正規で雇用されやすい環境を作っていくと述べ、大企業がリスキング学び直しや再就職の支援を今まで以上にしっかり働く方にやるように義務付けたいと繰り返した。一方、現行の判例に基づく整理解雇の4要件をどう見直していくかは 言及しなかったと言われています。レイカルトさんが、丸山島根県知事が小泉進次郎氏の過去規制のカモやライドシェア解禁の主張を通列批判。世の中が求めている話と真逆。非正規雇用者の正規化でなく全員の非正規化だ。今も働く側には転職の自由がある。企業経営者には 魅力的でも雇用される側からとんでもない話だ。親子2代で雇用を非正規化しようとしている。ライドシェア完全自由化も都市の、都会の感覚で全国制度を作ってもらったら困るとの典型。地方のタクシー会社が潰れ、いざ呼んでも誰も来ない時代になりかねない。これを入れ辞めした人の話は危険だとアドバイスしたいと。通列だが、至極当然と言われていますね。で、ピーチ太郎さんですけども、大越さん。小泉さんは無派閥だが、 菅さんに支援され、菅さんを慕う人がある意味で派閥になっていないか。小泉さん、菅さんだろうと誰であろうと選挙になったら誰でも応援してほしい。おっこさん、なるほど。わかりました。簡潔ですね。非常に。小泉次郎には激ヤマというふうに言われていますけども。これ、一つの見方では、もう呆れてるんではないかというふうな見方をおっしゃる方もいましたけどもね。で、菅さんといえばこちら。 経線投票でわかっているのは、すごむ菅氏、混戦の総裁選、動く中一人と朝日新聞が出しています。朝日新聞が出しているっていうところは、ちょっと、うーん、<laughs> ちょっと要注意ですけども。決線投票では分かっているんだろうな、自民党総裁選で小泉氏、支持を鮮明にし、水面下で自らに近い議員への働きかけを続ける菅前首相、最近、小泉氏以外を支持したいと、 お断りを入れてきた中堅議員を睨みつけ、そうスゴンだと言われていますけどもね。ここで書かれています。図の中では、森喜朗さんも小泉さんを応援とはてなが出ていますね。ね岸田首相は静官っていうところが、ちょっと不気味だなぁと思ったりしますけども。で、こちらそうですよね。自民総裁選石橋が25%で1位。高市氏が2。2%で2位。党員党友。 調査ということで、ついに高市さんが2位に登っていきました。小泉さんがここで落ちてきた感じですかね。ついに上がってきましたね。そして、ちなみにですけどもね、こちら。高市さん、なんで日テレさんが当入名簿持ってはるんですやろ。日テなうん独自の世代をしているところですけれども、高市さん、ニコニコしながら厳しいツッコミということで、これ電話調査で、 なんかこう,う、うまいこと聞いて、そのリストを持ってはるっていう話も聞いたんですけどもね。日テレさんがですよ。で、こちら、ピースタロさんですけども、橋本徹さん、マリウポリのように包囲されたら撤退するのか。高市さん、マリウポリと日本国の防衛は地形も違うし話が違う。ただ全く、 あ全く領土を放棄して国民を守らず逃げることはありえない。高橋さんにだけ昔の議論を蒸し返して食ってかかる橋本通る。絶対やると思った。というふうにビースタラさんをおっしゃっていますね。で、高橋さんが追加利上げ反対。消費マインド下がると言われています。高橋さんの大臣が 自身の YouTube 番組で経済に力強さが足りないとして、日銀の追加利上げに反対する姿勢を示した。政府と日銀がしっかり目標を立てて、金利をまだ上げてはいけない。きああ、失礼しました。政府と日銀がしっかり目標を立てて、金利をまだ上げてはいけない。企業が設備投資をしにくくなる。絶対に消費マインドを下げてはいけないと述べた。同時に、穏やかに物価が上がり、給料も上がり。 消費が上がるまでは経、えー、財政出動をしっかりとして、経済を強くしないといけないと語ったということで、ね、利上げに継承を鳴らしてくださった形ですね。で、ちなみにこちら、企業が選ぶ次のトップ、自民は高市となえ氏が最多、立民は野田義彦氏もいないが半数と言われていまして、論戦が続く自民総裁選と立憲民主党代表選をめぐり、 東京商工リサーチは企業に、景気や自社ビジネスの発展に寄与すると思う候補を尋ねるアンケートを行った。自民では高市大臣が最も支持を集め、石破茂元幹事長が続いた。立民では野田義彦元首相が最多の支持を集めたと言われていますね。はい、このようにですね、やはり、高市さんが一番期待されているということですね。もう現実的に見たら、やっぱり、経済のことを考えたら高市さんしかいないというふうなことを言われているということですね。 ちなみにこちら見ておきましょう。ピースタロさんですけども、小林さん、女系天皇を容認するのか。石橋ひさん、いかにして天皇制を守っていくか、常に考えていかなければいけない。小林さん、女系を容認しないと受け止めていいか。石橋さん、大事なのは、いかにして国民統合の象徴の皇室を守りしていくかということ。これは絶対に答えない気でござるとは言われていたり、また、自民石橋、男系の 伝統を大切にしなければならないと言われているんですけども、この中でですね、男系、男性の天皇様をいただいてきた。この伝統は大切に弾かなければならないと述べたと言われていまして、まあこのようにも言ってはるんですけども、天皇様って、あんま聞いたことないですよね。天皇陛下って言ったりしますけども、まあ、そのあたりからして、石破さんのこの知識とか、 見識っていうか、考え方って大丈夫なのかなってちょっと思ってしまいましたね。レピー・タロさんですけども、河野太郎さん、危機の時には財政を屈倒させ、皆様の生活をしっかり守る。しかし平時には財政要力をしきちんと積み上げる努力が必要。耳障りのいい議論でこの総裁選を終わらせてはいけない。多くの良識ある皆様はそういう議論を待ってる。俺の言うことがわかんない奴は良識がないという言い草という風に言われていますね。 で、ピースタロさん、大越さん、河野さんは麻生派に所属していていろいろ批判を受けると思うかどう考えているのか。河野太郎さん、解散していない派閥は他にもあります。解散すると言ったけども、解散していないというものがいくらでもあります。スピード違反している奴は他にもいる。あっちを捕まえろ。敵客切れと言われていまして。そして河野太郎さん、もう一点言うと、こちら。バヤスさんが平塚のアジでアジフライを作ってくれましたと言われていますこれ TikTok なんですね。 選挙 .com って書かれてますけども、TikTok に出ておられるんですね。いやー、この辺の、見識っていうかデジタル大臣ですし、元防衛大臣ですけども、TikTok のやばさっていうのが、やっぱり、ご存知ないんですかね。なんか、勘違いされますもんね。いや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 。で、こちら、島田さんですけども、11日の記者会見における、 横田家族会代表の発言。石橋茂氏の政策集にある北朝鮮による拉致被害者の帰国を実現するため東京とポインアに連絡事務所を開設など交渉の足掛かりを作る運動について問われて横田さん。どこに誰がいるか北朝鮮時子は分かっているのです。分からないという嘘の前提で分かるための事務所を作りつつ、 作り見つけましょうとか、合同調査会委員会で一つを図りましょうというのはナンセンスな話です。解決の時間を遅らせるだけのことです。彼らの疑慢の工作活動に手を貸すことにつながるので、私たちは賛成していません。私の感想、元拉致、議連、会長であるだけに、一層石橋は論外、無責任、不見識極まりないと言われています。また、こちら、小泉さんですけども、拉致問題で小泉信次郎氏、前提条件なく向き合う、包丁、可能性に改めて言及と言われていますね。 今までのアプローチにらわれず、前提条件なく向き合う、新たな機会を模索したいと述べておられるということで、包丁する可能性に改めて言及したということなんですね。はい。ということなんですけども。で、こちら、小泉氏は、もはや残された時間は少ない。ご家族が待っていると強調した上で、総理になればトップ同士、同世代だとも述べ、トップ会談への意欲もにじませたと言われていますね。はい。こういう、いろいろ言われてますけどもね。 皆さんのご評価いかがでしょうかまだまだここから続いていきますし、いろんな議論が続いていくかと思うので、引き続きご紹介していきたいと思います。ぜひ皆様のご意見など,見などコメントをいただけたらと思います。本日はメンバー動画はございません。ありがとうございました。それではまた、通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら、ドライヤーで乾かされている猫を定期的に見たくなるということで見てみましょう。 はい。というわけでいかがでしょうか。なんか悲しんではるような目ですよね。暑くて悲しいんですかね。でも <laughs>、まあ、とにかくこの帽子が <laughs>、毛がすごいことになってて、はい。いや、なんか切ないのかがかわいそうなのか、ちょっとどういう気持ちなのかわかんないんですけども。はい。私もドライヤーかけます。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。